はい、どうもこんにちは、造園家の DIY ちゃんです。失敗する植木、庭木、これね、フィリフィアオーレアか、ゴールデンモップなんですよ。まずね、失敗はね、植木の名前がわからなくなってしまった。これ多分ね、植えた時はゴールデンモップだと思って植えたんですけど、ゴールデンモップっていうのはこんな芯が立たないと思うんですよね。でフィリフィアかゴールデンモップか分かんなくなってしまったというわけです。あ、それでね、私造園家を名乗ってますけど、造園家ね、造園屋さんっていうのもいますよね。お仕事でやってる人、お仕事でやってる人ってなかなかね、自分の失敗認めないんですよ。だからいろいろね、面白い話はするんですけど、結局ね、嘘が多いと、嘘になってしまうというわけです。で私はね、造園家なので、その辺包み隠さずね、正直にこの失敗の経験を言いますけど、これまずね、この植木の失敗、名前が分かんなくなってしまった。あとね、ちょっとこの茶色いね、茶色い壁との相性は最高なんですよ。これをやりたかったんですけど、まあこれをイットして、次の失敗は、あ、これもね、そうやりたかったんですよ。あの壁からね、これ壁の内側に植木を割ってんですけど、こうはみ出す形でね、アクセントにこう出すと、これやりたかったんですよ。でこういうやりたいことがいっぱいあって、ね、数を植えすぎてしまったと。植木の数を植えて、この同じ木ですよね、同じ木をいっぱい植えすぎてしまったと。でね、ゴールデンモップ最初はね、これ切り戻したやつですけど、これより一回り二回り小さいものをここに10本ぐらい植えたと思います。このなんて言うんだろう、シャラの根元にね、足元に10本ぐらい植えました。で、まあツツジみたいな感じですよね。そういう感じで植えました。ツツジの植え込みみたいな形で植えましたけど、やっぱね、これ基本的に大きくなるんですよ。それでこの1本はね、切り戻しできましたけど、基本的にこう枝が上がってしまった部分、枝が上がってしまった部分からはもう二度と枝出ないんですよ。だから切り戻しね、低いところでできないんです。低いところでやったら、あ、枯れちゃうんです。これどっか残ってないかな。あ、これね、このこれなんかは低い、葉っぱがない部分で切り戻して枯れてしまったわけです。まあ、枯れちゃうのは枯れちゃう、この場合その場合ね、これは噛まないんですが、ただね、この残したやつも良くならないんですよ。下からね、枝が出ないと。あ、それでね、これログハウスなんですよ。ログハウスでこのね、これからね、綺麗ないろんなとこです。今ね、ちょうど朝日が当たり始まったとこなんですよ。これログハウスとかには最高です。だけどね、ついついね、使いすぎてしまうと。あとね、これね、このゴールデンモップかフィリフィアの向こうにこう通路があるんですよ。だけどね、ここに植木は配置するべきだと思うんですけど、配置するのは悪くないと思うんですけど、このもうちょっとね、枝の間から透けて見せたかったんですよ。ちょっとね、このボリュームが、枝のなんていうんだろう、密度が高いっていうのかな、枝の密度が高くて、まあ剪定すればいいんですけど、すぐね、基本的に密度が濃い葉っぱなんで、この本当はね、枝の間からチラチラっと向こうを見せたいんですよ。それがちょっとうまくできなかった。これ剪定してあるんですけどね、これでもね、で こういうね、ウッドデッキにつながる
こういうウッドデッキになってるんですよ。ね、このウッドデッキにつながる、なんていうの、庭っていうか、なんていうかね、この窓からも見えるようになってるんですけど、あ、実はね、これ、このログハウスっていうのは、店舗になってまして、それで、まあそういうのもあってね、この、こういう派手な色っていうのは、秋も来る場合もあるんですけど、インパクトが強い色とかはね。だけど、店舗っていうのは、やっぱりそういう、インパクトも必要なんですよ。目立つね、パッと見綺麗だっていうのも必要なんですよ。この庭作ったの10年前、この庭っていうかこのログハウスを作ったのが10年前、建てたのがね、まあ建てたのは大工さんが建てたんですけど、それで庭は私やりましたけど、その10年前これにね、ちょっとハマってたっていうか、このちょっと好きになっちゃってたんですよ。あんまり好きになりすぎると良くないと、植えすぎたりね、いろいろ使いすぎちゃう、悪くない木なんですけど使いすぎちゃう。でこういうのはね、こういうのが最近作り始まった。でね、これまあ建てたばかりは頑張ってやったんですよ、庭もね。でその後ね、その後7、8年あんまり手をかけなかったんで、ちょっとそれもね良くなかったんですよ、だけど、まあ、またね最近手間をかけ始まったんで、まあこれもね、カラス鳴いてますけど、まあここもこの枝を透かせば、もうこれが、あるいはもうちょっとね、普通の落葉樹だったらどうだろうなって感じですよね。この左の黄色い葉っぱがね、落葉樹のさらっとした枝だったら、もっとこの奥行きが感じられたんじゃないかなって。やっぱ手前にね、ちょっとインパクトが強すぎたかな。ただね、店の入り口だからインパクトを あえてね、インパクトの強いものを植えたっていうのもあるんですけど、まあ失敗っちゃ失敗ですよね。まあそういうわけです。で、まあだから、まあ自分の家である場合ね、特にありがちな失敗だと思います。好きな木を植えすぎてしまうね、使いすぎてしまう。でこれね、大きくなりますよ。このフィリフィアにしても、フィリフィアオーデアのが立ち上がりますけどね、ゴールデンモップだって、本見ると高さ2メーターぐらいって書いてありますけど、実際はそれ以上育ちますよ。あの植木っていうのは条件によって木の高さ変わりますので、で本もね、全ての条件、最高の条件で背が高くなった時っていう意味ではないんですよ、その木の高さっていうのは。周りに木があったり、周りに建物があったり、風を受けない場面、他の木と競争になったりすると、すごいね、植木って育つんですよ。あ、それで、だから、あの本を見てね、あのインターネットで調べて本を見て、それで最大事項っていうのを出てますけど、ちょっと気をつけなくちゃいけない。それはね、庭に植えた時の最大なのかと、自然界とかね、あと他の木と競争させた場合ですよね。そういう場合ね、すごく背が高くなるんで、ちょっと気をつけなくちゃいけない。これね、でもこれで、茶色い平洋バックもいいですけど、青空もいいですよね。まあこういうわけでね、すごくいい木なんですよ。だけどこれはね、フィリフィアにしてもゴールデンモップにしても、これね、プロの人は、そう、ゴールデンモップとか、あのインパクトが強いから、工事した直後もうすごく入るんですよ。だからね、使いたがるんですよ。で 2,3 年後どうなるかって言ったら、やっぱ誰がやっても伸びすぎちゃうんですよ。で刈り込んだりすればいいわけですけどね、なかなかね、ちょっと密植すぎるしすぎると良くないんですよ。だからプロはね、これをお金のために使うんです。造園屋さんね、フィリフィアとか、あ、ゴールデンモップですよね、特にね。ゴールデンモップをむやみに密植したがる。それはね、どうしてかって言えば、やっぱできた直後お客さんがいいって喜んでくれないとダメっていうかね、そういう価値観もあるんですよ。だけどね、これ趣味でやるんであれば、あの植えすぎない、植えた時寂しいぐらいでいい。あるいはね、いっぱい植えて間引いていけばいいんですよ。どんどん
育って成長に合わせて最初5本植えたら最終的に1本にしちゃうとかね、そういうふうにすればいいっていうわけです。あ、そういうわけでね、フィリフィアだかゴールデンモップだか分かんなくなってしまった植木の失敗の話でした。はい、以上です。